泣いてすごい。ああ今できるようになった。すごい。ねえ、長崎さん、それちょっと受け取っていただいてもいいですか、それ。みーちゃん、ちょうだい。みーちゃんこれちょうだい。あれ。貸して。バイバイ。ダメだ。ダメですかね。9月28日、嫁、帝王切開で男児を無事出産。28週と6日、1581g、新生児用の集中治療室に入る。小さいことは覚悟していたが、覚悟していたせいか案外でかいじゃん。そこ、文章乱れてる。これから治療本番という時に、私たちの前にペイが現れてくれた。このギリギリのナイスタイミング、月はこちらに味方している。早く、はい、早く早く、はい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 、ああうんこうんこ、お大量のうんこ、これうんこうんこ言うな、半端ねえ、すっげえ、おやだめ、おお正面正面、今度は正面、いや正面正面言ってない、ね、ちょっとタオルください、タオル、なんで池田さんビデオ撮ってんすか。疲れ果てた今の状態で、もし一人だったらジャイアントスイングでペイを放り投げていたかもしれません。私がここで学んだこと、一人だといっぱいいっぱいになりやすい、みんなでやると楽しくていつの間にかなんとかなっていたりする。最近私たち夫婦の間で流行っているのはペイの笑い声のモノマネである。私はまだ聞いたことがないのだが、ペイがついに声を出して笑ったという。どんな笑い方したの。あああああああ嘘、ほんと嘘、ほんとだって、あの感動をペイ笑ったな、楽しかったなペイ、やって、あはははよし、来い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 、楽しいな、楽しいな、やべえ、笑って笑って、あはは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 亡くなったはずです。旦那の前に現れたのは死んだはずの嫁。幽霊ならさ、もっと周りがこうマヤマヤしてんじゃないの。頭大丈夫。いや大丈夫じゃねえよ。本にするんだ、あのブログ。それは二人が記した闘病ブログ。本になるんだぞ、本だよ、本。分かった、分かった。嫁は退院したらビーフシチューとホルモンが食べたいと言っていた。いや私こんなこと言ってないし。嘘を書くな。黙ってろってのもうるさいぞ。帰ってくるなり息子を愛おしく抱きしめたって感動的な、ここを書けよ、ここ。ずっと書き続けよってお前に言われ続けてさ、やっと本になるってのにお前もういないんだよな。こんなもんお前がいなかったら何の意味もないんだよ。ポちゃんはさ、嘘を書くことで自分救ってたんだよね。その嘘で私もいっぱい救われたよ。大きくなったらさ、ペイに見せてあげて。お母さんこんな人だったんだって話してあげて。実話から生まれたまさかの泣けるコメディ。私は先に言ってるから。夫婦夫婦日記。おかしくなってんのか俺。おかしくなってるんだお前。いや無視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 、うるさい。